放送席放送席、それではヒーローインタビューです。今日のヒーローは今シーズンの初完投勝利、節投手です。ナイスピッチング、ありがとうございます。まずは最後まで投げ切った今のお気持ちを教えてください。いや、もう始まる前からそういう気持ちで、投げてたんで、とりあえず1試合投げられてほっとします。今日は16日ぶりの一軍マウンドでした。今お話があった通り、今日は最初から最後まで行くぞという気持ちだったんですか？そうですね、もう前半戦ね、全然貢献できてませんでしたし、なんとかね、挽回してやろうと、そういう気持ちでやってます。今日のピッチング振り返りますと、立ち上がりから6回まで1安打2塁を踏ませないピッチングでした。そのあたり手応えはいかがだったんですか？もうね、早めに点数も取ってくれましたしね、細川さんがすごい、うまくリードしてくれたんで、助かりました。どのあたりからその投げている中では最後まで投げ切ろうという感じを、感触を感じてたんですか？いや、もう丁寧に1イニングずつしっかり抑えてやろうと思って、投げてましたね。はい。そして節投手と言いますと再調整がありました。その後今日の試合が2試合目ということになるんですが、2試合で16イニングで失点はたったの1です。完全復活と言ってもいいんじゃないですか？そうですね、これがね、完全復活と思ってもらえるようにね、この後の試合もね、しっかり投げていきたいと思います。さあ、そしてチームは2位日本ハムに3連勝 11.5 ゲーム差をつけました。そして昨日出たマジックを早くも2つ減らして36、一気にいきたいですね。はい。いや、本当にね、もう少しなので、しっかりゼロにできるように、はい、みんなで頑張りたいと思います。そしてきっとファンの皆さんも節投手にはこの後半戦チームを引っ張ってもらいたいと思っているはずです。最後にファンの皆さんに一言お願いします。本当に今日はたくさんの応援ありがとうございました。また明日から頑張りますので応援よろしくお願いします。今日のヒーロー、今シーズン初完投、節投手でした。